ホーチミン氏のカフェの茶ベトナムの茶では、ベトナムにおける茶について述べる。ベトナム語では、茶を意味する単語として、CHA、T と TRA、A があるが、本記事では、参考文献に基づいて前者に適述する。ベトナムの緑茶近年では、ペットボトル入りの茶飲料が普及しつつあるほか、下記の代表例以外にも、黒茶や、青茶、ジャスミン茶など様々な茶が飲まれている。 首都のハノイなどでは、緑茶が最も一般的な飲料として、世代や性別を問わず、飲まれている。普通の茶葉と高級な茶葉はそれぞれチェイハットとチェイカインと呼んで区別され、各農家で栽培から収穫、乾燥まで行われることが多い。2015年の時点で、ハノイには200軒以上の茶屋があり、温かい緑茶が2000ドンで提供されている。また、茶葉を、 1> 約1日干して、歯から直接に出すチェートイという飲み方が北中部にはある。カフェインが強烈で、他の東南アジアの国々では見られない独自の風習である。その他、生の茶葉を洗浄して、ガラスの容器やポットに入れ、大きく切った生姜を加えて、熱湯を注ぎ20分ほど蒸らすチェーサンという飲み方もある。ベトナムのハスチャ。 レンの花と茶葉を一緒にレンの葉で包むチェーホアセンと、レンの花びらと花芯を茶葉に絡めるチェーティムセンがあり、共にレンの香りを茶に移す花茶である。現聴期には、笛の城内の上心庫でレンの花に茶葉を入れて、花弁を縛ることが流行したという。近年では、レンのフレーバーで香り付けをしたチェーセンと呼ばれるティーバッグが都市部を中心に販売されている。笛では、 現地の宮廷で飲まれていた J 君臨笛と呼ばれるブレンド茶が販売されている。茶葉にニガウリやアーティチョーク、カンゾウ、ヒメリンゴなど20種類のハーブ類を混ぜて作る。タイ族は竹筒に茶葉を詰めて蒸し、必要な時に取り出す保存食としている。なお、近隣のチンポウ族などにも似た風習が見られる。近代以前は茶は貴重だったため、北部の農村部などでは、 ボイの木の葉やつぼみを乾燥させて煮出したヌオックボイという茶外茶を飲んでいた。南部ではクワやスターフルーツの葉を茶にしていたという。また、ジェーダンと呼ばれる苦ウ茶のような苦茶がカオバンショウやランソンショウなど北部産地で作られ、漢方薬などと一緒に販売されている。ベトナムの茶器。キュースと茶碗とボンがセットになっているものが多く、茶碗は 中国同様一口のミサイズである。これは特にお土産用に小ぶりに作ってあるもの。旧、当女によれば、港通り4年には、中国南部から茶薬が安南に出荷されていたという記録があり、現在のベトナム北部に茶が移入していた。11世紀から14世紀にかけての李朝や陳朝の時代には、皇族が家へ及び保護した全州と共に茶が宮廷に広まり、 民の施設の乾燥芸などにも茶が用いられている。霊長初期に、元が表した、予知市には、現在の風土焼中部にあたる山農が、茶の名産地だったという記述がある。1773年の、雲移るい後は、当時の大群園での茶の生産について触れている。また、同書では、道学、吉典、芝泥、安道なども、茶産地として記録されている。なお、 18世紀末の西イゴン周辺では、笛の茶と共に、中国茶も活発に販売されていた。南部においても、同時期に、ホイアンで生茶が行われていた記録がある。19世紀末に、フランス植民地になった当初は、北部のフート省や、イエンバイ省、中部のクアンナム省などで、ベトナム人によって茶が盛んに生産されていた。 1893年にはフランスに茶が輸出され、1924年頃にはヨーロッパ人によってプランテーション式の大規模生産が始まり、アッサム種が中部のコントゥム省やクアンナム省で生産されるようになった。南部でも北部から移住した労働者を刺激してフランス資本による茶生産が始まり、1939年には紅茶2000トンと 緑茶370トンがそれぞれフランス及びチュニジアとアルジェリアなどに輸出されている。紅茶の品質についてはセイロニやジャワ産のものよりも高く評価されて高値がついた。またラムドン省などの中部高原では過人系の住民が入植し涼しい気候を利用してウーロン茶などの生産を始めた。二十世紀中盤にフランスから独立するとベトナム人が 茶の栽培を行うようになった。ソ連の援助で、ソ連向けの茶作りなども行われたが、これは本格化する前に、ソビエト連邦の崩壊によって中止された。近年では、ダラット高原や大群章などが、ベトナムの有力な茶産地となっている。また、茶葉の生産が盛んになって茶が普及したことで、ヌーオークボーイのような伝統的な茶外茶の存在は、小さくなってきている。 ありがとうございます。